この駅を通るのは2回目で、そして高知駅に到着して自転車に乗って、朝泊まったホテルと全く同じホテルに向かっております。この日はですね、マクドナルドに寄っていきます。気がついたら今僕はここにいた。お前さん、草飯食っとるか。とりあえず腹ペコになったらマックに行こう。気がついたら今僕はここにいた。今回のこの動画はですね、ビデオ映像がもう本当にちょっとしかないです。というのはこのカメラで撮った映像だけをね、映像にしております。でも少なすぎたので写真の映像も今回は加えております。抜けている部分の動画についてはね、他のカメラで撮っているので他の動画で紹介いたします。この日はですね、四国の高知県の高知駅ホテルから目覚めて自転車で向かってから自転車、バスリンクをしてですね、ずっとタイバス停まで、土佐町のねところまでずっとバスに乗ってバスリンクをしました。そしてバスを乗り換えてですね、駅前からタイというところまでね、1本目のバス乗ってですね、高知駅の前からね、そして乗り換えてですね、大川村方面に行くバスに乗り換えて、その中から撮った映像しか今回はないですね。これ以外は違うカメラで撮っているので他の動画で紹介いたします。まあ少なすぎるので写真をねちょっとだけ加えていきます。そして大川村の一番最初のバス停で降りて、そこから自転車に乗って、ダム湖の道をずっと来た道を自転車で戻っていきます。瀬戸川渓谷って書いてありますよ。大川村って書いてありますね。まあこの辺でね写真をいっぱい撮ったんで、この辺の写真だけ今回特別に紹介いたしましょう。上津川口というバス停で降りたんでしょうかね。で、あの橋の手前から向こうが土佐町ということで、タイバス停があったところですね。で、バスの時間が合わなかったんで、そのままずっとね、元山町の方までね、ずっと自転車で通して乗っております。と、そして大豊町の大杉駅まで行って、そこから鉄道リンクをいたします。大豊町でございます。土山線ですね。途中の駅ですね。まあ、他のカメラで撮っているので、その映像はまた違う動画で紹介します。そしてこの夜はまた同じホテルに泊まりに行くということになっております。気がついたら今僕はここにいた。気がついたら今僕はここにいた。お前さん、草飯食っとるか。とりあえず腹ペコになったらマックに行こう。次の日でございます。早朝でございます。高知市ホテルから出発して駅に向かっております。5時38分ぐらいの始発に乗りたいと思ってですね、5時10分ぐらいですかね、向かっております。同じホテルにね2回泊まったんですけどもね、駅まで自転車移動して、鉄道リンクをしてですね、佐川駅を目指します。佐川町ですかね。おととい大分駅でございます。その時の動画でね違うこと言ってたんですけどね、訂正ですね。ですね、途中の駅ですね、朝日駅ですかね。なんか歌が書かれております。昭和7年って書いてありますね。
前の歌って書いてあります。佐川町にやってきました。佐川駅で下車いたします。そしてバスリンクをいたします。佐川駅でございますね。でバスに乗り込みます。ちょっとね、途中のバス停で降りるんですけどもね、とりあえずバス輪行でございます。で途中ね、落ち町というところバスで一回通り過ぎて、そして仁淀川町というところの一番最初のバス停で降りて、寺村橋バス停ね、そこから自転車で引き返していくという。トンネル際、鉄橋との間の隙間のねバス停でございます。ダムなんですね、ここら辺はね。川沿いの道をね、ずっと移動していきます。多少は坂道を登ったり下ったりしたと思いますね。川の駅って書いてあったかな。気がついたら今僕はここにいた。ここでね、写真を紹介いたしましょう。これはですね、佐川駅でですね、バスに乗り込んだ時の写真ですね。駅前にはビジネスホテルがあるみたいですね。そして自転車に乗っているところですね、落ち町ですね、向こうに見えているのがバスを降りたところですね。そして落ち町を通って自転車でね、西佐川駅の方を南道カーブまとめて紹介します。野路寺自転車全国市区町村旅、旅482から497日目、2021年の8月20日から9月5日まで行った2021年の8月の西日本四国旅でございます。よちつまの輪行旅、33周目からのエリアを旅しております。前回の説明ではですね、四国の高知県の高知市まで行きました。その続きを説明したいなと思っております。徳島の方から、高知県行ってちょっとだけぐるっと回って高知県に戻ってきたところ、高知市に戻ってきたところが前回の説明です。ございます。この続きでございます。今回はね、最初から最後まで高知県でございます。この旅で初めて高知県に自転車旅で入ったんですけどもね、ホテルみたいなところに確か泊まったかな、ネットカフェに泊まったかどうかちょっと忘れちゃいましたけど、確かホテルだったような気がするんだけど忘れちゃったな。確かね、ネットカフェとホテルと同じような料金で泊まれてホテルを選んだような気がする。ネットカフェに泊まろうかなって直前まで思ってたんだけども、ホテルの方がちょっと高かったかな、まあ同じような気がだったと思ったね。で次の日ですね、目覚めて駅前まで行ってバスに乗ってですね、この大豊町、一旦バスで過ぎてから帰りは大豊町から列車で帰ってきますね。そしてバスで山本町も一旦通り過ぎます。後で自転車で通ります。そして土佐町に行ってバスを乗り換えたかな。でローカルバスに乗って、大川村の境のとこまで行って、こっから自転車に乗ってダムの脇だったんですけどね、ダムの脇とトンネルを越えて土佐町に戻ってきて、そのまま自転車に乗って富山町を通って、そして大豊町まで戻っております。ここに土山線の駅があってですね、ここから
車で、高知市に戻ってきて、ちょっとね明るいうちに戻ってきたんですけども、ここで泊まったんですね、またホテルにね。で次の日でございます、次の日泊まって朝列車で、輪行して佐川町まで行って降りたんですね。で、バスに乗り換えて、バスで大落ち町と仁淀川町の境のところまで行って、そして自転車に乗ってまた落ち町を通って佐川町まで行って、東佐川駅だったかな、来た時は佐川駅からバスに乗ったんですけど、自転車でね東佐川の駅の近く通ったんで、ここから列車に乗ることにしたんですね。そして、須崎駅で降りて、ここからまたバスに乗って都農町まで自転車で行って、バスで行って、で自転車に乗ってですね、湯須原っていうところを通って、そして四万十町の方に行くんですね。で途中から大正駅っていう名前だったかな、そこからねバス輪行をしてですね、久保川駅まで行ったんですね。そこから列車に乗って一旦中里町まで行って、プラットフォームで降りてですね、折り返してですね、また久保川まで戻って、そこが四万十町なんですけど、乗り換えて、黒潮町を一旦通り過ぎてですね、翌日また自転車では来ないけど駅に降りに来るんですね。もうこの時暗かったんですよ。今から考えればね、この境の駅で降りて自転車で行けばよかったかなと思ったけど、ちょっと暗かったんでやめたんですね。で四万十市に行って泊まるという感じですね。まあね、何週目かというのは決まっておりましてですね、データ的に紹介していくと、これたまで旅したこの旅が終わると493日目ね。今まで旅した自転車輪行旅世界では、韓国とフォルモサでございますね。これまで旅した登録の数は47箇所、市区町村の数は1554ですね。今回は高知県内の自転車旅ということになっております。高知県内は今回の動画の中で初めて行った場所、
けちゃった後だったので付け替えのが面倒くさくなったんで、ここはね1330番と1330番の米ということにしました。でですね、そして今回行った熊本元山町も、ね、ここに入ったんですが、ここら辺は、ね、番号前回と変えております。で、まあ、現在は番号順的には38周目までつながって、あとは北海道で行ってないところがあるので、そこに番号がつながっているということですね。北海道ね、昔ね車とか列車で行っているので、ちょっとねそこら辺をね、データ的に整理整頓して過去に行ったということでね、行ってないところを将来的に行こうかなと思って、今はまだね集計がね終わってない段階ですね。そして今回の旅のスタート地点は高知県の